廿日市市の宮島口旅客ターミナルで先月から開かれているカープ大野寮若鯉展。会場には歴代のドラフト1位の選手が過ごし、現在は常廣隼人投手が入寮する104号室、通称出世部屋が実物大で忠実に再現されています。ここにあるぬいぐるみや生活雑貨などは実際に常廣選手の部屋にある同じアイテムを主催した観光協会の方々が探しに探し回って見つけ出したものなんです。今日は特別ゲストとして常廣投手も登場。部屋の再現について知らなかったという常廣投手は驚きの様子でした。何も聞いてなかったんでびっくりしたんですけど、はい、細かく再現されててすごいなと思います。一軍で投げて、勝つっていうのが今年の目標なので、そこに向けて少しずつ、段階レベルアップできているんで、このまま、交代しないようにやっていきたいです。企画展では他にも選手のサインや寮の食事メニューの紹介パネルなどを展示し、普段の若鯉の様子を知ることができます。この企画展は今月14日まで開かれています。